はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きといっかんです。今回はですね、角川さん、リゼロとかコノスバとか、素晴らしいアニメを提供しているあの角川さんなんですが、その角川さんが展開するフィギュアブランド角川コレクション、ご存知でしょうか？角川コレクション、過去にはコノスバのアクアやメグミンの原作バージョン、あと最近だとデートアライブの時崎くるみのアデ姿とかね、まあ、他にもね、いろいろと出しているんですけれども、その角川コレクションがこの度誕生1周年になったということで、今ねイベントをやられているようです。その名も角川コレクションフィギュアフェスティバル。そうです、フィギュアのイベントです。ということで、最近はね、リアルイベントが自粛される中、こういったバーチャルなイベントが増えているのも、なんかね、いいですよね。そうなんですよ。今回のイベントもオンラインです。どなたでもネット環境があれば参加できるということなんですね。で、なんとそのイベントで新作のフィギュアがいろいろと展示というか発表されていますので、ちょっとそちらの方を見ていきたいと思います。まずですね、サイトの方を覗いていくと、まあ、こういった PV とか、あとね、VR ミュージアムとか、そういったものもね、ありますね。で、ここですね、新作展示発表。ここにね、まだデコマスでもなく、原型のものなんかも紹介されているみたいです。珍しいですよね、公式で原型をこうやって公開するのも。まあ、こういう時期だからなのかもしれないんですけれども、なかなかね、素晴らしい試みですよね、これは。ではね、一つずつ見ていきましょうか。まずはこちら、初公開となっておりますが、デートアバレットの白の女王原作版。来ましたね、デートアバレット。今年の秋でしたっけ、劇場版が公開されるのって。僕ね、てっきりテレビアニメで放送されると思ってたんですけど、あれ劇場版なんですね。僕はね、原作は読んでないので、どんなね、ストーリーになるのか楽しみですね。で、こちらのフィギュアはスケールが7分の1となっていまして、で、これはデコマスですね。色がついたデコマスでの展示です。まあ、名前の通り白いですね。で、剣を持っていて、この人も精霊なんですよね。で、よく見ると足元の台座が、これはね、時崎くるみと同じような時計の文字盤っぽいです。ということは、この白の女王も時間を操るということなのかな。で、これ後ろからの画像がないんだけど、これだけスカートが浮き上がってるということは、後ろはね、おパンツまあもしかしたらね、ドロワーなのかもしれないけど、まあこの衣装だとドロワーなんだろうけど、でもね、デートアライブなんで、これはパンツでしょうやっぱ白いのかな。で、顔のアップを見るとこの人もオッドアイになってます。やっぱりね、時崎くるみと何らかの深い関係がありそうですね。これはフィギュアも気になりますけど、早く劇場版を見たいです。そして続きまして来ました、 FGO からフォーリナー、謎のヒロインダブル X。 僕もね、この人持ってますよ。で、こちらはね、3D 原型です。で、こちらは正面からの画像が1枚なんですが、これは第3サイリンですね。僕が持ってるのはまだ第2サイリンです。フォーリナーはね、北斎ちゃんにも全力投球なんで、この子はね、育ってないですね。だがしかし、やはり選ぶなら、この水着姿の第3サイリンになりますよね、当然。まあ、アルタあたりだったら第2サイリンで出すかも。メカメカしさも残しつつの。まあでもね、さすが榊さんの原型は素晴らしい。アルトリアなのにちょいムチ感が出てますね。色がついてないからね、よりわかりやすい。いやー、これは欲しいな。うん、その後のね、続報を待ちましょう。そしてまだ出るのか、 SAO のアスナ、真夏のきらめき花嫁バージョン。こちらもスケールは7分の1。しかしアスナは本当に多いですね。リゼロのレムとどっちが多いのかな。まあなんかね、アスナの方が多いような気もする。まあアニメの方がね、古いっていうのもあるんだけど、それにしても多いよね。で、こちらは原型展示。色がついてないので分かりづらいですが、ウェディングドレスと水着のコラボって感じ？まあ、要はエロいんだよね。なんか、アスナっていうとお尻って感じがするんだけど、胸よりお尻ね。まあでもこれもね、出来が良さそうだよね。お尻を見せながら振り向いてるところがグッドです。
なんかこれあとパレオみたいなのがついてるから逆にねそれでエロく見えるような気もする。男ってねこういうところが変態なんですよね。これもね早く色付きが見たいです。そしてこちらは企画進行中ということですが、ストライクザブラッドからヒメラギユキナの常夏のウェディングバージョン、またしても水着っぽい花嫁。ヒメラギちゃんのフィギュアも久々な気がする。でもなんかねあのヒメラギユキナのフィギュアってこれっていう決定版がないよね。アルターからも出てるけどあれもねもう古いからね。なので今回のこのヒメラギには期待大です。でこちらも初公開ということですが、 SAO10 周年を記念してキリトとアスナのセットになったフィギュアが登場です。これはアニメ一期のアインクラッドのやつですかね。いやーやっぱね SAO は僕はねアインクラッドが好きですね。でこちらもスケールは7分の1なのでボリュームもさることながらお値段もなかなか高そうですよね。キリトのスケールフィギュアも珍しいんじゃない？あのプライズなんかだといろいろ出てると思うんだけど、スケールってほとんど記憶にないんだけど。まあでもこれ10周年ってことで、まあ、SAO ファンにとっては気になるところですね。であとねネンドロイドも出ます。板振りだっけ棒振りだっけ、あの痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますから、メイプルとサリーが出るようです。うん。まあでもネンドロイドは可愛いよね。うん。あとあのねアニメの続きも見たいですね。もっとねあのピンチな場面が欲しいですよね。主人公のなんか圧倒的に強いまま終わったというか、もうチート級の強さでなんかね、うん、まあいいや。でこちらは現在アニメも放送中の魔王学院の不適合者からミーシャの水着バージョン。あ、これはね見てます。このアニメは面白いですね。水着のフィギュアがあるということは水着界があるのかな。うん。まあなんか特別な力を持ってそうですよね、この子は。明らかにこの子が何かね、鍵になる存在ではあるんでしょうね。で、こちらはスレイヤーズからリナ・インパース、晴れ着バージョン。すいません、スレイヤーズはね、全くわかりません。これ昔のアニメですよね。で、これはデコマスですね。制作はリボルブさんということで、まあこれでね、ほぼ完成形なんでしょうね。最近ほんと多いですね、着物。特に角川さんがたくさん出しているイメージがあるな。まあでもこれ可愛いですよね。これね、ファンにはたまらないですよ。昔のアニメのキャラなんて、そうそうフィギュア化されないですから、今は。僕も昔の好きなアニメのヒロインとか出たら嬉しいですよ。こちらデコマスですが、まだ発売時期は未定ということです。まあでもね、近いうちに予約開始されそうです。で、こちら、来ました来ました、また FGO です。アルトリアのリリーの英霊再装バージョン。こちらが企画進行中とのことです。最近多いですね、英霊再装。僕の北斎ちゃんもどっかから出ますよね。で、このリリーはいつもの白いドレスではなくて、なんかね、アンミラ風の、あの、胸をね、軽くアピールする、あの、可愛い衣装ですね。しかしなんだろう、あの白いドレスを脱いだリリーにリリーとしての存在感はあるんですかね。まあよくわかんないけど、リリーはね僕エロいのがいいな。あのキャスターにいじめられるエロいやつね、あんなやつをねどっか出してほしいですね。あのスカイチューブさんあたりから出してほしいな。まあでもこの可愛いのもね期待しております。そしてまだまだあります。こちらはエンジェルビーツから橘奏でのゴスロリバージョン。これは今放送されているやつですかね。僕はすいませんこれね見てないんですけれども、でこれゴスロリなんですけど原型なのでちょっとわかりづらいんですが、これは悪魔の翼なのかな。ゴスロリだしね。まあでも可愛らしい感じだね。うん。これもワンダフルワークスさんから出るようです。で、こちらも原型なんですが、このスバからダクネスの和装バージョン。またね、着物です。本当に角川さん好きですね。でもね、ダクネスですよ。あの3人の中では、この人がね、一番着物が似合いそうだからね。うん。これはいいんじゃないの？しかも、はだけてて、今流行りの、オイランっぽいね。帯の結びなんか見てもそんな感じだよね。で、原型もデザインココさんということで、これもね、ちょっと楽しみです。早くね、色付きが見たいです。で、こちらは冬のワンフェスでも告知のあった時崎くるみの水着バージョンなんですが、なんとスケールが 1.25 です。あの 2.5 分の1スケールというビッグサイズです。
フリングさんの4分の1のバニーでさえでかいのに、これどんだけでかいんでしょうね。まあそれだけね、価格も恐ろしいことになりそうですけど、ただこちらも未だ企画進行中とのことで、今後の動向が気になるところです。で、宇崎ちゃんの宇崎がうざいの宇崎ちゃんということが分かった僕なんですけれども、面白いっすね。アニメあんなやついますよね、うざいやつまあでもいるとね、いたらいたで面白いんですけど。で、これもフィギュア化ということです。まあどんなフィギュアになるのか楽しみですね。で、最後にですね、姉なるものから千代です。結構いろんなとこから出てますけど、角川さんからも出るようです。まあ自前ですからね、当然出しますよね。ただシルエットのみなので、どうなってるのか、まあ、どんだけエロいのかまあね、そこら辺がかなり気になります。まあ千代のエロくないフィギュアはないですから、これもね期待しましょう。はい、ということで結構ありましたね。まあまだ企画進行中ということで、実際フィギュア化されるかもわからないのかな。まあでもこうやって発表してるってことは、まあフィギュア化されるんでしょうけれどもね。しかしね、こうやっていち早く情報を出してくれるというサービス、これファンにとっては本当にありがたいことです。まあこういう企画をね、どんどんやってほしいですね。で、先ほども言いましたけど、他にもね、限定販売とか、いろいろとやられているようなので、まあ皆さんね、サイトの方も、いろいろね、この後見られてはいかがでしょうか。蔵出し販売なんかもやられてるみたいなので、欲しかったフィギュアが買えるチャンスですよ、と。で、下の説明欄にリンク貼っておきますので、そちらの方もご覧になってみてください。キャンペーンとかもね、いろいろとやられているようです。あとね、タダで応募できるようなものもあるので、こちらも後で覗いてみてください。個人的にはね、やっぱりくるみのバニーね、あれがね、非常に楽しみです。ということで、今回は角川さんのフィギュアをいろいろと見てみました。またこういったフィギュア情報をですね、頻繁にアップしていきたいと思ってますので、またお楽しみにしてください。ではでは、今回はこの辺で。またねー。